こにゃどうもです。今回は予告です。明日27日、オータムニャンボが開催されます。いやー、ニャンボの季節が来ましたね。このニャンボコインね、画面に出てるこれが、多分ね27、明日やと思う。いつもねニャンボってあのガチャの超アップと同じ時期に来るから10月4日までっていうのは決まってるらしいんやけど、いつからっていうのはねまだ確定はしてないけど、おそらくこの今来てる 30% オフ、これが26までやから、27から超アップガチャとオータムニャンボ、これが同時に来るんじゃないかなと思います。で、なんでね動画撮ろうかなと思ったかっていうと、中身の方はねもちろんニャンボ毎回違うから今回も変わってくるとは思うんやけど、これかな。前回は極土の子やったんかな、極土の子じゃなくてまた別の極妖怪とか出てくるとは思うんやけど、今回のニャンボガチャは SSS 確定ガチャみたいなのがあるらしくて、ランク SSS 確定まであと3回とかね、ランク SS1 体以上確定っていうのがあって、多分このあと3回っていうのは10連を3回したらやと思うよ。だから30連とかやったらランク SSS の妖怪が、1体確定で出るみたいなね、感じになるんじゃないかと思います。だいたいみんな無料の1個しか引かないと思うからあんまり関係ないっちゃ関係ないんやけど、今回はたくさん回す人とかねランク SSS が確定で引けるという感じだそうです。で、中身はね分かんないけど、極妖怪これ毎回変わるんやけど、次順番的に言ったら極武士なんよね。ただ極武士にゃんって前来たやん、8000ポイントとかさ無料でもらえて、一回データ消してまたガチャ引いて極武士にゃん出るまでさやった人もいると思うけど、だから極武士にゃんか分かんないけど、一応極武士にゃんが順番的にはそうかな。で、クリスタルはクリスタルネタバレリーナか、閻魔系は多分そのままやとは思うけど、今回は中身は予想やけどこんな感じになるんじゃないかなと思います。で、 Z ランクはね多分来ないんじゃないかなと思うよ。さすがに早すぎない？これさすがにリンネが来たらちょっと早すぎる気もするから、多分 Z ランクは出ないとは思うけど、もしリンネとかね中身に入ってたらもう激アツっていうことはね間違いないかなといった感じで、今回もね多分明日からやと思うから、明日、100連、前もやったけどね100連ガチャニャンボ回してみたいと思うんでね、そちらの動画の方も楽しみにしておいてください。はい、ってことで今回の予告動画は短いですけど以上になります。よろしければチャンネル登録、そして動画の方でぜひよろしくお願いします。ツイッターの前でその概要欄からフォローお待ちしております。また次の動画でお会いしましょう。